Welcome to the Disco Cherry! いやあ、雨あり、暑さあり、暑さあり、暑さあり、どれだよみたいなね、感じですけれども、今月も始まりました。Disco Cherry! さて、今月はですね、もう皆さんにお伝えしたいことがね、山盛りあります。はい。ということでね、まずはですね、お話しさせていただくところの一つとしてはですね、6月の話からちょっとしようかなーなんて思ってるんですけれども、6月ですね、皆さん、イベントあったの覚えてます？川越夢プロジェクト。まあ、このね、ルピナスの中であったね、番組からできた、イベントだったんですけれども、実はですね、チェリムもですね、それからですね、時々ゾノもですね、一緒じゃねえかっていうのもあるんですけれども、いろんなブースお邪魔をしておりました。で、ルピナスのね、局長でもありますね、カトヤンさんがやっていた、マジックの学校ね、行った人、はい、右手を上げて、左手を上げて、右手を下げず、左手も下げない、ホールドアップみたいなね、誰だよ、なんで笑わないんだよ、ね、本当にね、しょうがねえなって思いつつ、話を進めていこうかと思うんですけれども、そのマンシ、テントのですね、実は隣にですね、ちょっと真面目な話をここはしたいなと思ってるんですけれども、1型糖尿病のことについてのテントがありました。で、皆さんね、糖尿病っていうと実は1型と2型というのがあるんですけれども、まあ、いわゆるですね、世間一般で言われてるのって2型の方なんですよね。で、1型というのはこれはもう先天的な、まあ、いわゆる先天的というかね、病気という部分もありましてですね、非常に、まあ、頑張ってですね、闘病してる方が、数多くいらっしゃったということを、まあ、そこで知りましてですね、そちら の、 この1型糖尿病についてですね、まあ、支援している方、ここ団体さんの名前がですね、まあ、リニューエムさんという、団体さんが、一生懸命ですね、この、1型糖尿病を認知していただこうということで活動をしておりました。で、まあ、そのインスリンの、ね、自己注射をもうしなければいけないということなので、まあ、洋服を着たままですね、注射が打てるようにするといった、こういった洋服をですね、やられたりですとか、それからですね、なんとですね、イベントも開催されるということで、これがですね、今年ですね、今年の、11月の5日と6日10時から15時、1型糖尿病&小江戸川越クイズラリー2022ということで、イベントも開始されるということでございます。またですね、詳しいことはですね、ぜひ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 、こちらのですね、ホームページですとかインスタグラムからフェイスブックなんかもね、やってらっしゃるそうなので、リニュー MR、 それから小文字の E で大文字の N で小文字の EW、 そして M、 リニュー M さん、ぜひですね、皆さんね、真剣にこれはね、今日本の中でかなり広がっている、病気と言われている糖尿病でも、実は2型と1型これがあるんだよなんてところもぜひ、見ていただけたら嬉しいなと思いますんで、気にしてみてください。そしてもう一つですね、6月、実はこの番組にですね、2回出場してくれている、出演してされているアーティストさんがいます。誰って、これラブタイドさんというアーティストさんなんですけれども、第2回目の DJ ゆかさんの時とですね、そして、5月のですね、森園祭りの時に、塚本明人さん、この時に、楽曲を使用していいよって言ってくださったラブタイドさんのライブが、川越の音喫茶一条さんで開催されました。で、まあ、音喫茶ってなってるんでね、最初、まあ、これゾノが言ってきたんですけれども、喫茶、どうなんだろうと思って行ってみるとですね、この非常に、人がね、音楽を聴くスペースというのが本当に上手に作られていて、音もね、こう温かみのある音、それがものすごく印象的でした。そして、まあ、何が、楽しみだったかと言いますと、この日は自家製アイスクリームがありましてね、もうなんかゾノね、無心で食べて、でその後、小江戸ビールを飲むという、なんとも、風情のある時間を過ごすことができました。と、もちろんですね、この、土曜日日曜日はですね、ライブが行われておりますのでですね、ぜひ、音喫茶一条さんですね、こちら音喫茶、まあ音、それから喫茶店の喫茶、そして、関数字の1乗る音喫茶一条さんで、ホームページ見ていただきますとライブのスケジュールも出ていますので、ぜひ、川越の皆さんに限らず
一度足を運んでいただいてゆっくりと、音に浸るっていうこともいいかなと思っておりますので、ぜひぜひ、行ってみてください。さらにもう一個だけ、お伝えをさせてください。今ね、ゲストの方がね、なんで早く私紹介しないのよって思ってるかもしれない。ごめんなさい。もうちょっとで行きます。はい。ということで、ディスコチェリーになんと新しい従業員が加わります。え？誰だって？今、一生懸命履歴書を見ながら採用をって、そんなことはないんですけれども、乞うご期待。どんな人が来るかは乞うご期待なんですが、副支配人がやってきます。何？チェリムが頼りないから副支配人を置くのかって、そう思ったあなた大正解。ということで、以上ですね、いろいろニュースをやらせていただきました。なんて言ってる私、支配人の桜川松五郎、通称チェリムでございます。とさて皆さん、こっからが今月の本題です。毎回 SNS にですね、書き込みさせていただいてるんですけれども、このディスコチェリーにはドレスコードが存在します。そして今月8月のドレスコードって皆さん覚えてます？そう、ファンキー。今夜は川越、いや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 、世界を彼女の楽曲でファンキーに染めるぜ。ということで今月のゲストは藤野美由紀さんが登場と、まあね、ここにガーンと出てましてね、はい、分かっております、チェリムはここです。ということでですね、美由紀さんにはですね、この後スペシャルバージョンディスコチェリー VIP ルームで、そうです、ニューアルバムサクシーファンクについてもたっぷりお話を、もちろん楽曲についてもお聞きしますのでお楽しみに。まずはそうです、お待たせしました、ディスコチェリーから今月はですね、みゆきさん特集ということで、まずはですね、アルバムこちらにありますね、ステファーキーセブンティーンズより、デクレールオブウォーをお送りします。さあ皆さんノリノリですからね、踊る準備は今しといてくださいね。いいですか、いいですか、一回だけやりますからね、よく見といてくださいね。私もあなたも踊ろうぜ。ということでスタート、ブレインク。
はですね、お待たせしました藤野美由紀さん登場のこちらナビゲーターはザノよろしく。ディスコチェリー VIP ルームナビゲーターは川越のゾノこと森園長弘がお送りします。第12回目のゲストは藤野美由紀さんです。ここで藤野美由紀さんのプロフィールを。2015年5月に吉野藤丸さんを迎えてアルバムレディサックスをリリース。そして、2017年11月にですね、ここでは、よりファンクチューン満載のリミックスアルバムステイファンキーセブンティーンズをリリース。さらにさらにですよ、落としてた、失礼しました、さらにさらになんですけれども、次に出てくるのはですね、なんとプロデューサーに佐橋義之さんを迎えたライトタイム。こちらはですね、2018年5月ですね、こちらクラウドファンディングを利用してリリースという非常に大胆な手法といいますかでリリースをされた。それがこのライトタイムでありましたと。まあどれもこれもですね、もう名盤を次々とリリースされていらっしゃいます。そして満を持しての2022年5月待望のニューアルバムサクシーファンクをリリースされました。まあ、その実力はですね、まあ、アルバムはもとよりなんですけれども、ライブパフォーマンスにおいても常に多くの老若男女を虜にしてしまいます。そう、日本が世界に誇るファンキーサクソフォンプレイヤー。そうです。それではご紹介させていただきます、みゆき藤野。どうもこんばんは。お邪魔します。ようこそいらっしゃいました。もうね、あれですよね、もう第一声ね、誰だお前と、なんでそんなリングの紹介みたいなやり方をするのよみたいな、ね、いや面白いですよ、すごく。本当ですか、はい、あ、よかったですね。まあその以前にね、今みゆきさんがなんでですね、皆さん半笑いかって知ってます？さっきでちょっと話してたんですけどねどうもですね、この風って甲子園球場にいるらしいんですよね。そうなんですよ。なんでその格好。あ、これですか。あ、阪神ファンなんですよ。マジですか。ええ、みゆきさんも実はね、阪神ファンでいらっしゃるんですよね、はい、そうなんですよ、ですよ、ね、よくご存知で。いやいやいや、もうね、教えていただいたら私も着てきたのにな。あ、でもね、大丈夫です。これ実はこれも阪神カラーなんですよ。あ、そうなんですか。ピンクってそうなんですか。黄色と黒が阪神カラーっていうイメージがあると思うんですけど、はいはいはい、実はそのレディース用でピンクと白っていうのがあって、はい、まあ、ピンクなんですけど、はい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 、なんか黄色、黒、ピンクできたら阪神カラーなんですよ。なるほど。マニアックからすると。なるほど。そうなんです。そうなんですね。はい、でもすごい似合ってますね。ですか。球場に、はい。球場にいそうだ。あ、なるほど、ね。いやー、ついね、さっきまでデーゲームにねえよ、そんなのって。帰ってこれないよ、ここか、もう埼玉なんだから、もうね。デーゲームでなんか隣同士の席になって試合って、その後ここ来たみたいな感じですね。そうですよね、なんかねもうカチ割り飲んだらみんな友達は飲めねえよ、カチ割りはみたいなね。あれはちゃんとここ冷やした。ああ、飛んじゃいましたよ、もうよくあることです。はい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 、はい、ということで、日も当たってないのになんだこの麦わらということで、ね、すごい似合うし面白いです。ありがとうございます。いやー、まあ、楽しいな、ね、はい、視聴者置き去りにしますとね、視聴者からガンガン来るんですね。おいじゃなーみたいなね。いや、多分一緒に笑ってくださってると思いますよ、ね、はい、やりましたよと、まあ、いろんなことをやっておりますけどもね一番大事なことをまずゾノ言えよというところが来ますけど、私も忘れてましたということで、まあ、まずはですね、はい、ニューアルバムですね、こちら、はい、サクシーファンク、リリースおめでとうございます。ありがとうございます、まあ、おかげさまで、ね、素晴らしいアルバムということで、まあ、そしてですね、皆さんもね、ちょっとね、さっき甲子園ネタに行ってしまったんで、思わず、笑ったのかムッとしたのか、それとも目がどっか行っちゃったのか、これは分かりませんけれども、大事なこと分かってますよね。みゆきさんが何を思って登場されているのかってことですよね
これこのまんま終わったら面白いですよね。そうですよね。でも多分ね、靴を殺到すると思うんですよね。次からあの全然知らない女の子はここでディスコチェリーってやってるかもしれないですからね、降ろされちゃうのはちょっと辛いんでね、やはりそこはちょっとね言っておかないと。はい、はい、まあ、せっかくなんで何かこう一節お願いできませんかと思いまして。いいですよ。ありがとうございます。今日はあのサテンシルバーのサックスを持ってきました。おあれ宝石みたい、本当綺麗ですよね。綺麗でしょ、キラキラしてね、うん、あのもうあのミキさんが勤めていらっしゃるあのメーカーですかね。はい、ピーモーリアのメーカーです、はい、なるほど。はい、ちょっと吹いていいですか。お願いします。イエーイイエーイ。大丈夫でした、うん、うるさくなかったですか。全然ですよ、全然ですよ。これうるさいっていう人がいたらね、悪いけど人間やめてもらっていいですかっていうね。ありがとうございます。もうそれぐらいのあれで、もう本当にね、良かったです。いやもうね、まあ、ゾノもね、本当にファンの方からするとそれしか言ってねえのぐらいにしか、まあ、あれなんですけども、ライブにも行かさせていただいて、もう聞かさせていただいて。ありがとうございました。もうこの間のライブですよね。そうなんですよ、はい、7月8日のね、ブルームードさんの、その汐留ブルームードさんのライブも、はい、素晴らしいライブでしたよね。ありがとうございます。あ、まあもうね、ここに何をしてきたんだゾノと、なんかね、この、まあ、なんかライブで迷惑かけなかったかっていう声が痛いほど来てるんですけどね、ちゃんと迷惑はかけてません。ちゃんとね、こう皆さんからこの時のね、こういろんなね、ミュージシャンの方にサインも、ね、ゾノはね、頂かせていただきましてね。で、まあ、ここにベース、矢部くん、矢部さんですね、はい、これね、あれ、なんか不思議な文字が書かれて、この全身あるのみっていうのは、これは訳があるんですよ。聞きたいですか。もちろん聞けもいいですか。この間のその7月8日のライブの時に、はい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 、MC の時にモノマネやっちゃったんですよ、はい、モノマネ大会。モノマネね、見ました見ました、はい、それで、はい、私が高市早苗さんのモノマネやった時に、ほう、その時のセリフが全身あるのみっていうあれだったんです。で、やべっちがそのまんま書いちゃってるんですよね。なるほどね。サックスを吹いていただいた後にあれなんですけど、モノマネやるんですか。お願いしてもいいんですかね。でも滑りそうですよね。なんか、あ、大丈夫です。ここ誰も見てないんで、若干僕と局長と、はい、分かりました、2名なんで腹抱えて笑う準備してますから。大丈夫です。じゃあ高市早苗さんからいきます、ね、はい、お願いします。どうも、高市早苗です。大丈夫です。全身あるのみ。あれ僕がライブで矢部さんがですね、はい、伝授されてたのは、ですね、全身あるのみって言った後必ず笑うっていう、そっちですか。このバージョンこれ今ちょっと入れたんですけど、これも僕が足りなかった。そこですね高市早苗さんのモノマネをするんであれば、はい、必ず笑顔を入れないといけない。あ、なるほど、はい、なるほど。高市早苗です。こういう感じで、そこが、ね、ちょっとやってみてください。はい、じゃあ、こちらね、こっちかね、はい、高市早苗です。あ、似てますね。笑ってねえじゃん。笑ってねえじゃん。泣いてんのか笑ってんのか、どっちか。いいですね、これ。じゃあ最高ですよ、今の。矢部さんに教えてあげておいてくださいね。いや、今のいいですよ。ゾノさん、うまいじゃないですか。やった。ちょっと似てました今。あ、似てました。あ、よかったよかった。小池百合子さんとか似てます。小池百合子さんはやっぱりもう、はい、やっていただかないと。もうね、お願いします。都民の皆様、あ、ちょっとごめんなさい、ね、今失敗しました。あ、はい、いきますね。あ、都民の皆様、感染者数先週を上回っております。長かった。いや今ね、スタジオ内が今失笑。いや、ね、違うんですよ。もうね、ほらちょっと前ね、
状態が全体的に、ね、日本勢で良くなったじゃないですか。でその時だとみんな多分それ途中でもみたいに笑ったと思うんですけど、今ちょっと笑えない状況じゃないですか。だからつい聞き入っちゃうんですよね、なんかね。そうか、そうだよな、そうだよなみたいなね。そうなんですよね。ね、本当にね、なんかついそんな風に、はい、まあ、なってしまうんですけどね。やっぱあのステイホームがね、はい、テレビをずっと見させられていたので、あのステイホームでね、覚えちゃったんです。覚えちゃった。あ、なるほどね、まあ、出てましたからね、ずっとね。そうなんですよ。そうですよね。ぜひ、まあ、ね、やってください、園さんも。本当そうですよね。はい、まあ、ここからその、どうやって本編に戻るんだっていう、ね、そうなんですよね。なんかもあるんですけれども、強引に戻すのがゾノですみたいなね。本当にね、どういうことじゃみたいな。ノリノリですね。ノリノリですけどもね。いいですね。まあ、はい、この。今回のですね、まあ、アルバム、はい、こちらの、まあ、アルバムのタイトル、私さっきからね、サクシーファンクっていう言い方をしてるんですけれども、はい、合ってますかね、なんかね。合ってますよ。大丈夫ですかね。よく聞かれるんですけど、はい、そうですよね。で、まあ、そのサクシーファンク、まあ、これね、なんかその耳の響きといいますかね、実は自分でもこう見てパッと思い浮かぶって言ったら変なんですけど、これサクシーファンクって言われた時のなんかね、この藤野美由紀さんのね、エッセンスって言ったらいいんですかね、なんかそれがこうグッて詰まってるようなね、あ、なんかすごいあのネーミングがいいなっていうふうにこう思ったんですけれども、なんかこのワードって、はい、みゆきさんが考えられたワードなんですか？そうですね、一応なんかそうなんですよ、このサックスにこの Y をつけて、はい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 、サクシーってされてる方って海外も国内もめちゃくちゃ多いんですね、うんうんうん、でもこれ結構昔から使われてるんですよ、うんうんうん、ちょっとひねった方がいいかなと思って。なるほど。私 の, あの師匠みたいな、はい、の存在のエディ M さんが、エディも Y じゃなくて、はい、IE の方使ってるんですね。なるほど。それで、はい、ちょっとまあエディへのリスペクトも兼ねて、うん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 、本人に言ってないんですけど、これ、うん、なるほどなるほどなるほど。っていうかこれ今ここで初めて言ったかも。お、初出しですね。ゾノさんに初めて言ったかも、これ。すみません、ありがとうございます。雑誌のあれにも言ってないですね、インタビューも。ありがとうございます。そうすごい、皆さん聞いていただいて。いやいや、こちらこそですよ、ね、ありがたいですよ。そうなんです、だからそういった意味で、はい、IE をにしたんです。なるほどね、はい、でやっぱりファンク、はい、ね、どんな感じの雰囲気の曲になろうが、うん、私はファンクを忘れてませんよっていう意味も込めて、うん、サクシーファンクってしたんですね。なるほどね。いや、だからですね、だからやっぱりその藤野美由紀さんの音楽を少なからずとも聴いている人たちっていうのは、このタイトルを見た時におそらくゾノと同じようなことをですね感じた方って多いと思うんですよ。あれ、このタイトルってっていうのがなんかこう、うん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 、すごくこのサクシーファンク出ますって言われた時に、あ、藤野さんらしいなって、その何がっていうのは分からないんですけれども、うん、こうただ単にファンクっていうのともまたちょっと違う、はい、響きっていうんですかね、うんうんうん、それがこうだって今もうね、初めてのお話も本当に聞いてありがたいんですけれども、はい、みんなね多分あーって言ってると思うんですよね、うん、私もあーって思いました。違うか、本人が違うか、違うかみたいなね。ちょっとボケも挟んでみました。なるほどなるほどね。ミルクボーイかと思ったら違うかみたいな。違うか言われてね。一言言っておきますけどね、ディスコチェリーは皆さんね、お笑い番組じゃないですからね、はい、いや、そうなんですか、違うんですか、違うか、違う、そうじゃねえよみたいなね、そうじゃねえよっていう感じなんですけど、面白いですね、はい、まあ、はい、まあ、とはいえなんですけれども、まあ、今回はね、うん、まさにこのコロナという未曾有の出来事が、まあ、世界をね、覆い尽くしちゃったというところも、はい、まあ、多々ありましてですね、はい、まあ、これはね、さすがの藤野美由紀さんもやっぱり例外ではなくって、うんうんうん、まあ、これはね、実際に美由紀さんのこの、アルバムの、ね、中に書かれてるライナーノートを拝見してもそうだし、はい、いろんな SNS の書き込みを拝見した時もまあそうなんですけれども、まあ、このニューアルバム、サクシーファンク、これも実はそのコンセプトの変更などをまあ余儀なくされてしまったということなんですよね。そうなんですね、もともとは2020年の、はい、東京オリンピックを想定していて、でオリンピックってこう海外からいろんなお客さんとか選手の方が来るじゃないですか、はい、でオリンピックみたいなアルバム作ったら面白いかなと思って、うんうんうん、まあ、
私のアルバムに世界からいろんなサックスの方のゲストを入れて、はいはい、そのね、オリンピックみたいなアルバムを作りたいなと思ったんですね。なるほど。そういう想定だったんです、はい、最初は。なるほど。でこれもクラウドファンディングでやらせていただいてたんですけど、はい、ところが、まあ、こういった事態になってしまったので、はい、これちょっともうあのオリンピックの定義をもう全部外しちゃって、はい、でもうこの2年間のことを、はい、もう曲のタイトルも全部変えて、なるほど、で、あのこの2年間を表現したアルバムにしたいなと思ったんですね。はい、なので、まあ、曲順、曲のタイトルとかもね、うん、結構そういうちなんだ感じになってると思います。そうですよね、うん、あのまあ、これからあの何曲かですね、かけさせていただこうと思ってはいるんですけれども、はい、やはりそのミキさんのねおっしゃる通り起承転結ではないんですけれども、うん、こうなってこうなってこうなってと、まさにこのアルバムを1曲目からそのなんていうんですか、順番通りにこう聴いていくと、まさにあの世の中がこういう風になってこうなって、現状こうなったんだけどそうなって、さらにああなってどうなってっていうような感じで、まあ、進んでいくというね、はい、まさにあのストーリーが展開されていって、うん、こう聞いている側もそうだよなっていう風にこう考えたり、それからもう無心におーってなったりとか、本当にいろんな曲が散りばめられてるアルバムだなと思って、 ありがとうございます、はいはい、聞かせていただいてるんですけれども、まあね、まあ、今ここでね、視聴者の声というのがですね、はい、おいぞのと、お前さっきから一人でなんか聞いたぞとか、一人でニコニコしながら、場合によってはあの、モノマネをやりつつ、ボケつつなんですけれども、楽曲聴かせてくれよという声がですね、おーとも、うん、あちこちからですね、うんうん、上がってるんじゃないかと思ってましてね、早速まあニューアルバム、うん、はい、サクシーファンクからお聴きいただこうと思ってるんですけれども、はい、まあ、1曲目はですね、Do the Funk から幕を開けようかなと、いきますか、はい、思っておりましてですね、はい、まあ、このみゆきさんのねアルバムの、まあ、ライナーノートにはですね、こんな時こそファンクが必要っていうあのメッセージが込められて書かれていて、でしかもね、ここに登場されるまあ、はい、アーティストさんが、まあ、先ほどね恥立つということでお話もしていただいたんですけれども、 EDM さんが登場されてるんですよ ね素晴らしいプリンスの、はい、ね、バンドのサックスの方ですね。そうですよね、はい、でまあもうイントロからね、この立ち込めるサウンドって言ったらいいんですかね、なんかこう、うんうんうん、サウンドがこうバッときて、でゾノはねさらにそのベースがこう刻むね音、その音のねなんかねかっこよさ、冒頭ね、サックスがわっと来る前にこうベースが刻んでいく、そのかっこよさにねしばし釘付けになりまして、へー、かっこいいっていう風になりまして、でそこからまあさらに音の厚みがねこう増していくような感じ、うんうんうん、それをまあすごくここにしびれました。あ、これもやっぱあの3巻でやってるんで、アルト2巻、トロンボーン1巻で、はい、なるほど、だからこそのこうですね、はい、きっと、うん、厚みというかそういったものを感じるというところの、うん、はい、まあ、ですね、うんうん、それではですね、もう早速聴いていただこうと思います。はい、Do the Funk、 どうぞ。We'll be right back.
さて、まあ、今回のこのサクシーファンクのアルバムの中でアンサーソングっていうんですかね、はい、こうになってるところがこうあって、まあ、Go Outside っていうのと、はい、それからあの Don't Go Outside っていうね、はい、ところ、まあ、ここが入ってるなと思って、へーと思って、はい、まあ、実際に聞いてみて、まあ、まずこの2曲にはラップがフューチャーされてて、はい、あのエミワレみたいな、ね、感じでこう入っていて、はい、でへーラップなんだなんて思っていたら、ここに登場され、ここにねフューチャーされてるのが、まあ、なんとなんですけれども、実はサキソフォンプレイヤーでもある、あの私は勝手にトムさんと呼んでるんですけれども、はい、トムさん、はい、トムさんがまあ担当されているということで、そうなんです、私フェイスブックに一回レコーディング前にね、はいはい、ラップやる人がいないなと思って、はい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 、誰かラップできませんかって書いたんですよ、はい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 、あのトムが、はい、はーいとかつって手を挙げてくれて、なるほど、あじゃあもうね、サックスでも入ってもらうから、はいはいはい、あじゃあついでにレコーディングするとき、台湾でレコーディングしてもらったんですけ ど、はいはい、声もじゃあ入れてっつって言って、はい、だからすごい思った以上に面白い感じになって、いや僕ね最初ねラッパーの人ってのも変ですけど、なんかね、要するにラップを専属でやってるラッパーの人が入れたのかなって超思ったんですよ。いやそうじゃないんですよね。そうじゃないんですよね。ところがと思ってこう見てみる。それから汐留のねライブの時でも、まあ、ミキさんがトムがみたいな感じで、うんうんうん、まあ、トムさんがその実はラップを入れてたよっていうことで、うん、いや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 、ドニーったと言いますかね。そうなんですよ。で、ね、まあ、しかもこのゴーアウトサイド、まあ、ドンゴーアウトサイド、皆さんね、いよいよ、ね、外へ行けるぞ、あらららららっていう2つですよね。そうなんですね、はい、もうアンサーソングってうまくおっしゃってくださったんですけど、まさにそうで、はい、ゴーアウトサイドって、ね、はい、今まで本当に当たり前だった、はい、ね、外に出ようぜって、うん、出かけようぜっていうことが、はい、その後ねこのコロナ禍になって、はい、Don't go outside って外に出ないでくださいっていう言葉を初めて聞いたなって、うん、不要不急の外出を控えてくださいって、まさにね、まさにで、はい、この Don't go outside もね、そう、はい、トムがはい、go outside でね、エビバディ go outside come on とかってすごいテンションで言ってるのと対照的に、はいはい、Don't go outside って言ってるじゃないですか。そうなんですよね。で、これの相手役で女性の声入ってたじゃないですか。あれ実は私なんですね。そうなんですか。で、実は、はい、ここだけの話、はい、ここだけの話もう一丁していいですか、はい、もちろんですよ。このどんその女性の声、はい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 、私で、はいはいはい、小池百合子さんのモノマネで入れたんですよ。なんだって実はなんだって、そうなんですか。ステイホーム、ステイホーム、これ この声私なんです。これなるほどね、はい、これあれですよねほらそうね思って聞かないと、はい、皆さんね、あそのトムさんのちょっとね思いと言いますかね、はい、いけや外行けねえよみたいな感じのところに女性が絡んでくるぐらいにしか聞いてなかったのが、がぜん変わってきますよね、これを聞いた皆さんね、はい、アルバムをね持ってらっしゃる方はね、おおそうなのって言ってね、聞くのはねもちろん見ながら聞くようにね、一回切ってから見るってのやめてくださいね、もうね見ながら聞いてくれっていう感じなんですけれどもなるほど、そうなんですか。はい、とか声はそう、まあ、We have urgent news って言ってるの私なんですよ。しかもゆり子さんのモノマネで、We have urgent news とかで、いや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 、もうねこれね多分ね、まあ本当ね、でもその聞き手側がね、聞き手側としてはそのゴーアウトサイドの部分の疾走感に、はい、だよね外行くよみたいなのがダメっていう感じでうなずくんですが、これがまあそのドンゴーアウトサイドの分厚いサウンド、うん、でそれもね、まあ先ほどねステイホームみたいなね、ね、ちょっとゾムさんもやってみてください。今ちょっと似てました。ユリコ、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 ステイホームみたいなね。似てねえじゃねえかよ。ステイホーム、ステイホーム。あ、そう、これできた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 。え、サナエ、高市サナエ。全身ハロミ。
なんでここで振るかね、なんでここで振るかね。私ここのシーンちょっと巻き戻してみようと。やべっち来てくれなかったのかなみたいなね。まあそんな感じでね、やべさん今頃ね、なんでお前に呼ばれとんのやみたいなね、バンド友人になって怒ってもなんで怒ってんのやみたいなね、なってる。喜ぶと思います。喜んでる。あ、それなら何よりなんですけども、はい、なるほどね。でも、うんうん、実はそんなね、そんな裏技が隠されている。はい、はい、そうなんですよ。なるほど。でもですね、ゾノは意地悪なので、みんなが思っているドンゴアウトサイドと思うでしょ。いや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 、ここはねやはり疾走感あふれるこのゴーアウトサイドを今日は、あ、いいですね、いただこうと、ね、まあね、トムさんのね弾けるようなこのラップ、うんうん、元気な元気なね、うんうん、これでね、もう今の状況もね、うん、もう本当にエヴァリカっていう風にしてガンと行ってほしいな、ね、と思ったわけなので、はい、元気になっていただきたい、はい、聞いていただきたいと思っております。それではお聞きください。 Go Outside どうぞ。 Everybody go outside, come on! Yo! Everybody! Everybody go outside, come on! Some gear, yo! Everybody, everybody, go outside! Come on! You're the funky player. All right, let's go. まあ、そしてですね、このニューアルバムサクシーファンクを、まあ、これをね携えてのライブもいよいよ、まあ、スタートされていて、はいはい、そしてまあみゆきさんといえばね、このライブ、まあ、やはりこのライブっていうことに、まあ、触れないわけにはいかないかなと思ってるんですけども。 ありがとうございます。でもね、これはもう絶対ですからね。はい、まあ、まあね、まあ、以前ゾノはその上等な具材しか入っていないヤビナメのようだっていうような表現をねさせていただいたすごいいい表現でことがあって、まあ、要するにね、何が
出てくるんだろうっていう、ね、その非常に楽曲、うんうん、それからミュージシャン、うん、そのリズムを、ね、支えるミュージシャンの方たち、うんうん、こういったいろんな方たちが本当に、この人が出るんだっていうね、例えばベースの石川さんですとか、うんうん、ギターの惟方さんが来るか、うん、あるいは、まあ、新藤陽子さんがピアノ弾くのっていうのもあれば、うん、モノマネ師のごとくね出てくるやべっちがいて、ってやべっち怒ってますね今ね、俺はモノマネやないぞみたいな感じで、ね、いや喜ぶと思います。ありがとうございますというね、あるいは竹内さんのダンってくるドラムがあったりとか、はい、本当にこういろんなこの、ユニットといいますか、はい、流れがドンと出てきて、それがもう本当にこう行った時にいい具合で溶け合って、みゆきさんとこうやられるってすごいなと思って。あ、そうなんですね。ゾノさん今すごくいいお話を振ってくださったなと思ってるんですけど、はい、この私も長年ライブとかをこういろんな方々と、はい、いろんな素晴らしい方々とやらせていただいて、はい、そこでもう本当に修行をして、うんうんうん、この年になってやっと気づいたっていうところがあるんですね、はい、ライブってやっぱり同じメンバーと、はい、同じメンバーでこう作り込んでいきたいっていう、うんうんうん、今はそういう時期に来てるのかなって思うんです、ね、なるほど。でやっぱり私も本当欲張りなので、はい、いろんな音楽いろんな方向性もやっていきたい、うんうん、ただやりすぎも良くない、はい、そこで今さっきねおっしゃってくださった惟方さんとか、はい、世紀末の石川俊介さんとかとやってる、はい、SGデラックスっていう、はい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 、そっちもねユニット名つけたんですよ。あ、そうなんですね。そのユニット名をつけることによって、はい、このさメンバーで、はい、この固定メンバーでサウンドを作っていくぞと、うん、なるほど、はい、で、うん、もう一つはやっぱり私はファンクを、はいはいはい、ね、ファンクもこう自分のファンクをやっていきたいので、はい、7月8日に、はい、ね、ゾノさんが来ていただいたこのライブのメンバー私すごく気に入ってて、はい、すごかったでしょ、このリズム隊にこのギターの松尾さん、そうなんですよ、やばくないですか、あのカッティング、ね、カッティングだからね、うん、そのミキさんがねこのカッティングって言われて、そのなんていうんですかね、やっぱり実はね今回のこの、ディスコジェリーの1曲目は違う曲を考えてたんですね、うん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 、それがこのライブに行ってですね、このカッティングとで、アタック松尾さんっていうところが来たら変えたんですよ。あのライブの時の1曲目がまあデクレルウォー、はい、デクレルオブウォーだったので、はい、よし今回のこの番組も1曲目はあのライブの興奮をもう一度ということでデクレルオブウォーに実は変更させていただいたというね。そうなんですね、あの曲松尾さんのアレンジなんですよ、はい、うん、そう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 、でこのメンバーでそのキーボードのね、はい、清水さん、はい、また新藤さんのピアノとまた違って、うん、本当です、はい、清水さんの考え方は、はい、アレンジしてくアレンジャーさんとか、はい、作曲者の意図を受け継いで演奏したいタイプの方なんですね、はい、だからそのアレンジャーさんの思ってるイメージを壊さないように、はい、本当にもうこのなんかガラスを割れないように丁寧に持って再現してくれてる方なんですよ。なるほど。だからこのメンバー私すごく気に入ってるので、はい、このメンバーとも続けていきたいなって考えてます。いやもう逆にね、はい、そのまあリスナーというかね、うん、ゾノをはじめとした聞く側としては、うん、続けていってくださいのメンバーですよね。あ、本当ですか、はい、喜びますみんな。いやもう本当に ねえ、だからそうなんですよ、うん、でその、はい、またこれまたぐたまたまなんですけど、はい、大阪の方で20年ぐらい前にやってたダンクっていうバンドがあるんですけど、これまた再結成ってことで、はい、今年の年末にアルバム出すことになってるんですね。なるほど、はい、でそれもやっぱりその、はい、ここのチームも大事にしたい、うん、この3つをちょっと私しばらくこの大事に大事に育てていきたいなって思ってますね。要はもう本当に自分の音楽っていうのを、うん、はい、残りの人生ちょっと早いかという気がしなくもないですけども、いやいやいや、本当ちょっとねこう気づいたというか、なるほど、ね、これからのやりたいことっていうのは、うん、固定メンバーで一緒に音楽を作っていって、うん、はい、ね、このレストランみたいに、うん、みんなで一緒に料理をレシピを考えて、はい、料理をして、はい、そしてライブハウスというところに来てくれるお客さんがその音楽を食べに来てくれる、なるほど、そんなようなレストランのような
この3つのユニットっていうのを続けていきたいなと思ってます。なるほどね、はい、まあ、もうまさにね、うん、闇鍋からビストロへっていう感じですよね。なんかね、つなげるのさすがうまい。いいやったみたいな。いやでもね、本当そうですよね。うん、うん、まさにその今までね、そのゾノは単純にこれはね、あのみゆきさんのライブをずっと見てきた方と、ゾノはまだまだ新参者といいますかね。いやいや、あのその新参者から考えると、そのいろんな方が出てくるっていうところって闇鍋のイメージだったんですけれども、逆にこのみゆきさんがしっかりと、まあ、メンバーを固定して、その3つのメンバーでこれからやっていくよっていうと、これはもうまさにあのビストロではないんですけれども、あのそれぞれね、聞き手の方が全てを素晴らしいと言っていく人もいれば、うん、あるいはいや僕はこのユニットで登場するみゆきさんのこれがいいって、これってまさにそのいわゆるビストロに行ってですね、うんうんうん、私はそのこのメニューが好きなんですよ、うん、だからこのメニューを注文します、うん、ではないんですけれども、うんうんうん、このライブに行きます、そう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 、それから全てが好きなんでもうお任せですっていう人ももちろんいらっしゃるとかで、うんうん、どんどんその裾野がね広がっていくって素晴らしいですよね。いや本当にね、そうなんですよね。そしてそのこのコロナ禍で気づいたことが、はいはい、それをやらせ、ね、一緒にやってくださってるバンドのメンバーのありがたさ。なるほど、そうですよね。ね、ね、やってもらえますかって連絡していいよとか、はい、そうなんですよ。ですよね。いやだってね、もうまさにね、実はそのブルームードさんのライブなんですけれども、ちょうどこの前に行われた時が、もう一つのまあみゆきさんのあのやっていきたいということで、これ方さんですとかね、うんうんうん、新藤さんとか、はい、石川さんですとか皆さんがやってるライブ、あの時はまたバリバリの、もう今よりももっとコロナ禍で、うん、もうねまさに密ですってなっちゃうようなね感じのね、はい、まあ、似てなかったんですけどね、似てないゆえのよりまあ師匠がですね、前のみゆきさん後ろの局長と挟まれとるんかみたいな感じの、まあ師匠を受けつつもですね、まあ、密ですという状態で、はい、座席配置が一人一手だったんですよね。あの前の時って、ね、あのみんな学習机みたいなね、はい、ドリフのコントみたいな感じでこうみんな学習机みたいなのが並んでて、それがこの7月8日の時はまさにね対面式といいますが、戻ってましたね、はい、戻って、まあ、いわゆるあの島型といいますか、そこでこう皆さんが、わっと見て見れるっていう、なんかこれもあちょっとずつ変わってるんだなって思いながら聞かせていただいて、ねね、とはいえ、まあ、本当にその大変な中でね、みゆきさんと一緒に音楽がやりたいんだっていうのが本当に感じられるバンドの皆さんの熱意、 ありがたいですよ。それは本当に感じられるライブでしたよね。もうあのこれもまだ発表してないんですけどね、はい、まさに本当にそうで、佐橋義行さん、はい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 、プロデューサーのね、あの、はい、ライトタイムのプロデューサー、はいはいはい、佐橋さん今回またあのサクシーファンクに今度はゲストとして入って参加されてますね、はい、くださってるんですけど、はい、佐橋さんからのメッセージいただいてて、はいはい、これあここで言うのこれも 初ですね、皆さん初ですからね、佐橋さんからのメッセージがね、はい、すっごいびっくりしたんですけど、やっぱりこの、はい、このコロナ禍で、はい、本当に佐橋さんですら仕事が飛んじゃなくなっちゃって、はい、そうなんですか。で佐橋さんですら、はい、これからどうしたらいいのかってなるほど、ね、思っちゃった、不安になった。そんな中みゆきちゃんからこのリモートで、はい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 、録音してほしいっていうお話が来た時に、はい、僕は救われたんですって。ちょっと待って、佐橋さんがそんなメッセージ私にくれるんですかみたいな、はあ、救われたって書いてあったんですよ。そうですよね。どうしようかと思いましたっていうか、もう本当にやってよかったと思いました。いやだからね、本当にでもそれってね、例えばその本当に今までのみゆきさんのがの、まあ、人間的な、ね、魅力っていうのももちろんだと思うんですが、これはねお世辞でも何でもなくて、それともう一つはやっぱりその音楽に対する情熱っていうんですかね、それがやっぱりミュージシャンの方を動かすし、僕ねこれいくら佐橋さんがそういう状況だった、あるいは言葉は悪いですけれども、なんかこうちょっとね、茶目っ気ではないんですけれども、なんかそんな感じでメールを送ろうかなみたいな感じで書いたにしても、やっぱりそのみゆきさんの熱が伝わらなかったら断られたかもしれないんですよ。いや、いくらでもリモートだからとさって、音のあれもちょっと違うと思うしさみたいな、ごめんねっていうかもしれないっていう、でもそれがそういった形で
こうやろうよっていう風にやっぱり人を動かすっていうんですかね、僕それがねみゆきさん の大きな、ね、魅力だって、これ毎回のライブでそのメンバーの方たちを見てその一リスナーとして感じるのってそこなんですよね。だから、まあ、以前のね、放送、まあ、これはあの違う川越の、ね、曲の時にみゆきさんに出ていただいた時に、うん、そうだよなって今お話を聞いて感じたのって、例えばなんですけどね、うん、あの藤井直之さんのね、うんうん、話、うん、ちょっとね僕はね、はい、あれすごくね、うん、ルピナスはねまだ誰もその話をね、うんうん、知らないし、でこれはねあのアーカイブも残るんでね、むしろ逆に前回の時はねアーカイブが残らないので、やっぱりその聞き逃したとか聞けなかったっていう人、あれものすごい深夜だったんで、でもこれってやっぱりあのアーカイブが残るんでね、はい、まあ、僕はねぜひねちょっとお話ししてもらえたらなと。じゃあちょっと手短にお願いします。私あのサックス始めたきっかけが、はい、そのチェッカーズの藤井直之さんなんですね、はい、あの藤井文也さん の、うんね、弟さんのサックスを聞いて、はい、わサックスっていう楽器ってすごいかっこいいんだって、そこからサックスの音に魅了されて、はい、でまあ、ちょっとあのブランクはあったんですけども、はい、またサックスを始めて、でそこからずっとこうこのジャンルに転じて、はいね、あの邦楽を聴かずに、はいはい、もうずっと洋楽やってたんですけど、はい、ある日ってあれだ2011年の、はい、震災ですよね、震災、はいはいはい、あの震災の時に私なんか夢叶えてないこといっぱいあるなって気づいたんです、ね、なるほど、本当に人生って何が起こるかわからないので、はい、悔いのないように生きていこうと、はいはい、でやっぱ悔いのないように生きていくためには、はい、もうこれこそ全身あるのみなんですよ、はい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 、本当に全身あるのみで、食いついていくことが大事だと思ったんですね。なるほど、はい、でそれで直之さんに会いたいなって思ったんです、はい、でそのチェッカーズが解散した時の解散コンサートで、はい、藤井フミヤさんが、はい、君たちの夢が叶いますようにとかってこう言って解散締めたんですね。なるほど。で私はその言葉をすごく印象に残ってたんで、はい、よしじゃあ叶えてやろうやないかっていうことで、なるほど、なるほど、はい、動き始めたのがその2011年12年13年と3年がかりで、はい、で、うん、あの直之さんのライブ行ってたり、はい、その前に私ジェームス藤木さんってあの、はい、クールスのジェームスさんのバンドでもサックス吹いてたん で、はい、でクールスとチェッカーズってあのすごく接点があって、なるほど、でジェームスさんも直之さんとこの接点があって、はい、でまあ、その辺のお話もできたらいいなと思って、はい、直之さんのライブに行って、はい、あの関係者の方に言って、はいはい、お願いしたんですけ ど、もちろんブブ、いやいや、まあまあそれはね、それはね、そりゃそうですよね、そりゃそうですよね、もちろんそれもね、はいはい、どこの馬の骨が来たんだこの野郎ぐらいの感じで見られて、すごくやっぱもうかなりもう厳しくあしらわれて、はい、あシュンとなって、まあそうですよね、そういうのが 1,2 回ぐらいあったんですよ、はい、でその時に、はい、もう諦めかけてた頃に、はい、あのスカパラの、はいはいはい、サックスのガモさんっていらっしゃるんですけど、はいはい、そのスカパラのガモさんに一か八かでちょっと言ってみようかなって思ったんです。なるほど。でガモさんってサックスプレイヤーじゃないですか、はい、サックスプレイヤーの人にサックスプレイヤーに会いたいっていうの失礼だと思うんですね、うんうん、もう失礼を承知でお願いしたいことがありますって、うん、こんな長文でメールを送って、はい、したら速攻連絡来て、はい、ガモさんから、はい、あの君の熱意よく伝わったよ、うん、長文あのしんどかったでしょありがとうねってまで書いてくれて、うん、なるほど、スカパラのガモさん、なるほど、で今なおちゃんに電話したから、はい、電話したから、はい、何月何日にライブがあるから、はい、それに楽屋に来ていいよって言ってるから行っておいでって言ってくれて、ね、うん、で行って、はい、会えて、はい、で自分のこの全部その気持ちを伝えて、はい、で、11月ぐらいに自分のライブやりたいんですけど、うんうん、いきなりですいませんゲストに出ていただけませんかってお願いしたんです。なるほど。したら、はい、直之さんちょっと目線そらして
いやいや、まあ、こうやって、はいはい、うわ断られるわと思ったんですよ。そしたらいいよ、ああいいよっていうかね、 これがかっこよかったんですけど、はい、弱敗者の私でよければって、はあ、言ってくださったんですよ。言えないですよね。横にいたマネージャーさんも拍手してくれましたからね。いや、じゃあ僕もそこのですよ、はい、私のマネージャーさんじゃなくて直行さんのマネージャーさんが拍手してくれたんですよ、うん、はい、もうあれは感動だったんですね。だから、うん、これね若い人に向けてのメッセージかなとも思ったんですけど、いやいや、もう違うなって今ね、うん、話しながら思いました、うん、いや本当そうですよ。もう50歳になろうが60歳になろうが、うん、70歳になろうが、うん、80歳になろうが、はい、夢はやっぱり、うん、叶えるものなので、うん、はい、もうそれは私続けていこうと思いますね。なるほどね。これはこの行動は、ね、素晴らしいですよね。さらにね、私というか、まあ、そのゾノはね、そのミキさんの夢を叶えるんだっていうお話って、皆さんね、ここで今ねミキさんは手短いということで、まあ、お話を、今締めてくださったんですけれども、このレディサックスの中でケアレスウィスパーをなんと直行さんと共演して吹いてらっしゃる、まあ、いわゆるメディアの、ね、中にしっかりその、まあ、レコーディングといいますかね、はい、収めたという、ね、ところ、僕のここもすごいなと思うんですよね。そうですよね、ここまで来れたんですよね、はい、でここまで来てこのメディアがきっかけで、はい、チェッカーズのメンバーの大戸裕二さん、ベースの大戸裕二さんと一緒にイベントに出たりとか、うん、そういったこともつながっていきましたね、最終的には。そうですよね、だからもう本当にその、うん、なんて言うんでしょうか、きっかけといいますかね、一つのことがこうつながっていくっていうのの、もう本当に、なんて言うんでしょうね、理想的って言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、こういう風につながっていけたらいいよねって誰もがね頭に描くこと、それがもう本当にみゆきさんは実際に手にされたといいますかね、実感されているっていうところが、そのいわゆる夢が叶うっていう、その叶うまではねもう本当にご苦労なところが大変だったと思うし、そのめげてしまうとかね、いやもうこれやってみたけど無理かもしれないとか、そういったところもね、やっぱりたくさんあったのかなって思いますし、それからまあこのコロナ禍でのねアルバム制作においても、もう本当にですね、皆さん先ほどね東京オリンピックをまあ題材にしたアルバムと、それを全部一からやり直さなくちゃいけないっていう時、もうこれだって大変だし、ましてねクラウドファンディングで作られていたので、やはりその出資者のことを思うとね、出資してくれてるんだからどうしようこうしようっていうことも考えなくちゃいけない。だからそのいわゆる夢を叶えるためのクラウドファンディングでもあるんですけれども、それは実は自分の夢を叶えるだけではなくて、出資してくれた人の夢を叶えるっていうことでもあるのかなと思って、なのでこのサクシーファンクというアルバムはまさにみゆきさんの、まあ、作り直してね素晴らしいものを描いて作り出した、それは同時にみゆきさんに出資をした人たちの夢も形として残せたのかななんてちょっとゾノ思っております。そうですよね、はい、私がその先ほどお伝えした、はい、藤井文也さんがおっしゃった言葉、はい、解散の時におっしゃった言葉、これ武道館でおっしゃったんですけど、はい、みんなの夢が叶いますように、うん、まさにそういうことなんですよね、うん、で実はそのセリフをおっしゃった解散コンサートの武道館、はいはい、私先週実は行ってきたんですよね、藤井フミヤさんのコンサート行ってきたばっかりなんですよ。そうなんですね、はい、でそのセリフを思い出してたとこだったんですよ。なるほど、はい、なるほど、ね、うん十年前に解散して何年になるのかな、20年どころじゃない30年か、30年前にこの武道館でみんなの夢が叶いますようにっておっしゃって、その夢の、ね、はい、バトンをいただいたっていう感じ。なるほど、今だからゾノさんのお話を聞いて、はい、そことちょっとつながりました。なるほどね、うん、なるほど、まあ、ここでですね、まあね、やはり皆さんそうなのかと思いつつ、まあ、ニューアルバムのねサクシーファンクからの、アルバムの、ね、曲もちょっと聞きたいよっていう声もあるかなと。で、はい、やっぱりね1曲目をねちょっと飾っているこの、
I Feel Something を聴いていただこうかなと思ってるんですけども、はい、まあ、このタイトルね、まさに私は何かを感じますと、これね、これ、はい、はい、まあ、ここにもね、なんかこう、みゆきさんからのねメッセージといいますかね、それをちょっと感じるななんて思ってるんですけれども、そうなんですよね、皆さん覚えてます、2020年の2月頃、はいはい、何か感じませんでした、うん、世界が変わり始めたな、私がそれ感じたのは、はい、あんな今まで見てた池袋とかの、はい、新宿とか、うん、渋谷の風景が今まで見たことない風景に変わったんです、人がいない、うん、そうですね、ね、そうですね、もうその頃からちょっとこれ何かが始まるぞって思ったんですね、うん、その時の感じを表現したんです、なるほどね、はい、まさにねこの、楽曲もね聴いていただくとなるほどなって、こうみゆきさんのねこのお話を聞いて曲を聴くとね、さらに皆さんにこの曲の持つ、まあ、雰囲気というかね、意味というか、はい、それがより響くかなと思っております、はい、ではお聴きください、 I feel something、 どうぞ。
さて、まあ藤野美由紀さんのニューアルバム「サクシーファンク」には、まあ、他にもですね、はい、まあ、本当にねさまざまな楽曲が収録されてるんですけれども、まあ、ここでちょっと大事な、ね、ことをやっぱり、皆さんね今日はもうあれだろうぞの全部聴かせてくれるんだろうなんて思ってる人がいるかもしれませんけどそうは問屋が下ろしません。はい残念でしたごめんなさい。皆さんがやることそれは、はい、この CD を購入するために全身あるのみみたいな、ね、感じなんですけどもね、振ってねえじゃん振られてねえのにやるなよみたいなね、まあとりあえずね振られる前に先にやっちゃおうかなみたいな感じなんですけれどもね、お前のネタじゃないんだぞみたいなね。なんか今度はあのショートのカツラかぶってやってもらいたいです、はい、ああなるほどね。僕がやるとね多分いろんなとこから苦情が来ちゃうと思うんですよね楽しいと思います、本当ですかね、はい、楽しいって言いながらテレビでねこいつにだけはって出ちゃったら困りますしねルピナス出入り禁止も避けたいですからねまあまあねいろんなことがあるんですけれどもはい、まあ大事なことって何って言いますと、まあ、ここにねこう並べさせていただいている4枚のアルバムなんですけれどももちろんサクシーファンクこちらが最新アルバムなんですが、まあ、中にはねやっぱりあそうなんだなゆきさんが参加してたんだっていうレディサックスですとか、はい、あるいは、カットねカッティングそのカッティングってどうなんだろうアタック松尾さんが、アレンジをされた、まあ、1曲目に、ね、かけさせていただいたデクレル・オブ・オーが入っているのはステイ・ファンキーそして、佐橋義行さんがプロデュースをされたアルバムこちらはライトタイムと非常にもう本当に、ね、名盤揃いなんですけれどもありがとうございます、はい、このアルバムってミキさんどうやって購入することが可能なんでしょうか。あ一応これ全国の CD ショップさんにこう、はい、注文とかをしてで取り寄せていただいたりもできますし、はい、まあ、最初から取り寄せてくださってる店舗さんもあるんですけども、はい、まあ、一番、まあ、全部、まあ、通販ももちろんされてますし、そうですよね、はい、Amazon さんとかでもね、はい、やってるくれてますので、はい、そこが一番早いかな、はい、そうですね、ポチッとしたらね、ポチッとしたら、はい、ぜひポチッとしてください、してください、もうぜひ購入よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、まあ、さてね、もうあっという間に駆け抜けてまいりましてね、はい、はい、いよいよラストの曲なんですっていうね矢部さんがやってましたけどね古畑ですってあ分かんなかった、分かりませんでしただからさっきの高橋さんにやめとけって言っただろうってチェリムが言ってました。はい、はい、同じ人じゃねえかってねいつも言われるんですけれどもまあさて、まあ、いよいよね、まあ、はい、本当にラストの曲になるんですけれども、はい、まあね、やっぱりもう今日はねサクシーファンクということでお越しいただいてるんでいや本当にねこれはお世辞ではなくね名曲揃いで実は本当にねどの楽曲をかけようかっていうところでは本当に悩みに悩みまして最後ですしどうしようと思ったんですけれどもまあやはりね今の日本、まあ、先ほどね高市さんの話も出てまいりましたまあ、ゆり子さんも出てましたけれどもそしてみゆきさんももちろんそうなんですなんだって言ったらそれは皆さん女性であるということでーガールズパワーを最後の曲にさせていただければなと思っておりましてぜひぜひでもね、はい、ゾノさんちょっとその前に、はい、ちょっといいですか。もちろんどうぞ。ちょっと動いていいですか。もちろんどうぞ。あれ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 みゆきさんなんかお持ちそんなどっかで見たことある色なんですよねそれね。これ切れるかな。切れる切れる着ちゃっていいですか。もちろんどうぞ。もちろんやっぱ最後はこれ着てやらないとな。あれタイガースじゃないですか。イエーイついこの間甲子園のアルプススタンドで知り合いました。バカみたいな感じでねみたいな感じですよね。みたいな感じですよね。はい、そうですよね。なるほど、はい、すいませんお付き合いいただきましてこれでガールズパワー、はい、ガールズパワーですね全然つながらないみたいな感じですけどね大丈夫です、はい、大丈夫ですよ、はい、うんうん、いやもう素晴らしい。女性のパワー私らの、はい、ね小林香里さんデビューした頃とか、はい、ね、私もいろいろその水面下でいろいろデビューしたりとかやってたんですけど、はいはい、やっぱその頃って女性のサックス奏者がすごく少なかったんですね。でもそうですよね。今に比べて全然そうですよね、うん、やっぱ、うん、そう同じ道を歩いてきた、はい、ね、彼女にお願いをしてみたということなんですね。なるほど、はい、まあ、このね本当にねお二人のその奏でるね、まあ、これね音楽的な表現がねゾノネのが当たってるかどうかっていうのはこれ何とも言えないんですけどまっすぐな音って言ったらいいんですかね。嬉しい。まっすぐな音をもうね本当に聞いて
いて、でみゆきさんがね今回そのサクシーファンクって皆さんねついつい音楽音にだけあの目がねいってしまう部分ってあると思うんですけど、実はねまさにねこのみゆきさんがね先ほど洋楽をねずっと聴いてきたんだよっていうね洋楽の CD と実は同じ要素が含まれてるなってゾノは思っていて、それは何っていうとライナーノートだと思うんですよ。みゆきさんが書かれたライナーノートね、このライナーノートを紐解いて見ていくことでその一曲一曲についてのみゆきさんの思い、それを共感しながら聞くことができる。これってねやっぱりその最初の頃洋楽のまあゾノの頃なんかやっぱ LP だったんですけど、日本語訳があったりとかその、まあね、本人が書かれることはあまりなかったんですけど、まあ、日本のライターの方が書いたそのライナーノートを読んで、なるほどこういうことなのかとか、あこの人はちゃんとインタビューをして書いたんだななんて思いながら見て、そしてその楽曲を聞く、それってねやっぱり残ってるんですよね自分の中に。ですからやはりこのサクシーねファンク、あのライナーノートもねぜひね持ってる方はあの見ながらね一曲一曲をあの噛み締めてほしいと思いますし、これから買われる方もねぜひねあの自分のお家に届いたらこう入れて流れる時に一緒にライナーノートとこう一緒にね見ながらね見てほしいなと思うんですよね。まさに伝えたいことです、それ本当に。ありがとうございます。で実はこの曲もちろんみゆきさんのライナーノートに書かれてるんですけれども、まあ先ほどのねあのなゆきさんとの出会い、まあ、あとはですねちょっと今回はねあのゾノがうまくお話をお聞きできなかったんですけれども、もうね女性第一人走者キャンディ・ダルファーさんとの出会いなんていうところもね、あったりして、まあ、本当にねそのことが思い出される、好きなことをまっすぐに続けて必ずゴールがあるっていう言葉、はい、このみゆきさんの言葉をね本当に思い出しました。 ありがとうございます、はい、伝えたい言葉です、はいはい、なのでねもうここはねぜひあのみゆきさんねあの今までねゾノがこうダザってやってたんですけど、なんせねバリバリの和製英語で伝えさせていただいておりましたので、はい、もうねさっきのねこれ以上高橋さんやると本当に苦情が来るんで相手やらずにおこうと思ってるんですけども結構ハマっちゃってますもん。そうですか、はい、まあ、今度はねあのみゆきさんの方からぜひタイトルコールお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました、はい、じゃあねこの曲を聴いていただいて、はい、ぜひとも、パワーを感じていただければと思います、はい、ガールズパワー、はい、どうぞザザ。
藤野みゆきさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、みゆきさんからあの視聴者の皆さん、はい、そしてもちろんあのみゆきさんの、ね、ファンの方、そういった方、今いろんなメッセージですとか告知ですとかありましたら、ぜひお願いいたします。ありがとうございます。あの皆さん、ね、聞いていただいて今日は本当にありがとうございます。そして、読んでいただいてありがとうございます。こちらこそです。はい、こんな世界、ね、あの世の中ですけども、はい、明けない夜はないっていうありきたりの言葉なんですけども、うん、ありきたりこそ、ありきたり、はい、ありきたり合ってますよね。合ってます。分かんなくなっちゃった。大丈夫です。こんな世の中だからこそ、はい、ありきたりっていうのがすごく大事だと思うんですね、はい、その気持ちを忘れずに、明けない夜はない、はい、ですから皆さんもうあともうちょっとで明けると思いますので、はい、音楽とともに一緒に頑張っていけたらなと思います。その皆さんの励みとなるように、これからも一生懸命そういった音楽を作っていきたいと思いますので、どうぞか皆さんもこれからもよろしくお願いいたします。そして9月4日、はい、なんとですね、はい、東京タワーの、はい、展望台のところでライブをやります。あの展望台ですか、東京タワーの。そうなんです。ほー、実はあのライブハウスみたいなライブスペースがあったんですね、はい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 、もともとクラブ333っていう、はいはい、そこが改造されて、はい、もうライブハウス状態になってるんですよ。はいはいはい、はい、でそこで、まあ、どんどんライブをやってくださいということで、はい、やらせていただくことになったんですね、はい、で9月4日日曜日の、はい、これ15時とか、まあ、お昼の3時ですね、はいはいはい、からスタートなんですよ。なるほど。結構時間もいい感じなので、はい、日曜日だし、うん、ただあのちょっと入場料、はい、東京タワーへの入場料とミュージックチャージがちょっとかかっちゃうんですけども、ミュージックチャージはご予約していただければ3700円になります、はい、なるほど、はい、ちょっと入場料は別途なんですけども、うんうん、はい、これね、先ほどはい、お伝えしたこのゾノさんが来てくださって、7月8日のこのすごいファンクバンドのメンバーなので、はい、なるほど、ぜひ皆さん来てください。はい、ぜひね、皆さん ね、はい、東京タワーのこのパワーとともに、はい、パワーをお分けしたいと思います。はい、じゃあもうぜひね、皆さんね、予定表にですね、もうチェックを、もう予定表って言ってる時点でお前昭和だろうって言われますけどもね。ごめんなさい、あとこれ遠くて行けないよっていう方、はい、これまた配信もありますので、配信があります。素晴らしい、はい、配信ね、またチケットも販売させていただきますので、はい、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。はい、なのでね、方法はね、いろいろありますんでね、ぜひ足を運ぶなり、あるいはご自宅でね、配信を見と、この方法って、はい、チケットのご購入の方法って YouTube の概要欄とかにも書いていただけるんですか。ありがとうございます、はい、じゃあこの YouTube の概要欄ご覧ください。はい、ありがとうございます。以上ですね、ディスコチェリー VIP ルームなんですけれども、お相手は川越のゾノこと森園長弘、そして8月のゲスト藤野美雪さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。じゃあチェリームあとよろしく。どうも、ありがとうございました。藤野美雪さん、どうでした、いかがでした、番組の方は。楽しいですね、これ。あ、本当ですか。はい、いや、よかったです。あ、もう皆さん先に言っておきますけど、アルプススタンドで知り合った2人じゃないですからね。はい、いやみたいなね。いそうですよね、本当に。そうですね、はい、今日はみゆきさんがね、阪神ファンだと、タイガースファンだということで、なるべくね、これにね、こうやって背中にね、こうやってかち割りしながらやったらね、きっといるんじゃないかっていう体で、やったら思いのほかみゆきさんにはまってしまったという感じの、そんな風景になってましたね。はい、本当にね、ぜひまたご来店をお待ちしております。あ、いいんですか、もうまたぜひぜひ、はい、はい、もういつでも開けておりますんで、それまでですね、皆さんね、絶対に、練習ちゃんとしといてくださいね。何の練習かって、あれほどやったじゃないですか、2人でね、やっぱり全身ですよね。
さなえちゃんのモノマネ。そうですね、うんうんうん、これはねやっといてでね、あ、はい、俺ね、あ、俺やるんですか、みゆきさんがやっぱりここ一緒にやりますか。あ、やりました、わかりました。全身あるのみでいきました、はい、せーの、全身あるのみということで楽しかったですね。はい、じゃあ今日はこの辺で See you! バイバーイ。